白馬ともここを勝ってダービー、そして菊花賞へ夢をつなげていきたいところであります。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。さあ外が行くのか内が行くのか、ヤンタルマンタルが上がってまいりました。2番名将タマル先頭に行こうというところ、サンライズアースがかわしていきました。11番オープロサンゲ、そのうち6番アレグロブリランテ。18頭第1コーナー右にカーブを取ります。ちょっと離れて16番ダノンデサイルであります。それからヤスティンミロの1番人気のシンゲンプラー、さあ気合はどうなんだ。そしてその後ろから3番エコロバルツ、その外12番コスモキランダ、10番レガレイラ、そのうちに7番ルカランフィースト、4番シリウスコルト、サンライズジパング、外から1頭5番ミスター GT、 ウォーターリストがその後ろ、アーバンシックがそのうちにいます。しんがりから17番ビザンチンドリームであります。まもなく第3コーナー、さあ先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はサンライズアースであります。ちょっと離されまして11番オープロサンゲ名将タバル、下がって3番手アレグロブリランテが並んでいます。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。サンライズアース先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。名将タバルが差を詰めてきた。ここで先頭に立ったオープロサンゲ名将タバルが2番手、白い帽子名将タバル先頭だ。ミスター DT も差を詰めてきている。ミスター DT が差を詰めてきた。内か外かほとんど同時。2着、当番、3着、5番以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行争いであります。オープロサンゲが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか。2番名将タバル、その外スーッとサンライズアースが上がっていきました。アレグロブリランテ第1コーナーに向かいます。18頭その後ろサンバシンクライアッテ、エコロバルツ、ヤンタルマンタルがかわしていきました。ヤスティンミロノ、その外からはシンゲンプラー、そしてその後ろからミスター GT、 これと一緒にシリウスコルト、それから18番ウォーターリスト、コスモキランダがその後ろ、そして外からは16番ダノンデサイル、そのうちに10番レガレイラ、それからもう1頭1番サンライズジパング、ルカランフィースト、ほとんど馬体が合っています。外を通りましてアーバンシック、ビザンチンドリーム、これがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。サンライズアースがレースを引っ張るようになりました。これを追って6番アレグロブリランテであります。オープロサンゲ下がって3番手、そのうち2番名将タバル、ヤンタルマンタル、内を通りましてエコロバルツ。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭サンライザース、もう完全に足が止まった。怖い馬が来た。10番レガレイラだ。ムチが飛んだ。下村とレガレイラ、レガレイラが2番手。おーっと内をこじ開けてシンゲンペラーだ。先頭坂井とシンゲンペラー、外を通ってレガレイラ、堂々たる勝利です。シンゲンペラー混戦のボバ戦線、主役に躍り出たのはシンゲンペラーだ。当然の結果ですね。1着14番、2着当番、3着9番以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先頭に立つのは何か。アレグロブリランテが上がってまいりました。サンライズアースがその後ろ、名将タバル、11番オープロサンゲ、そのうちからは8番ヤンタルマンタル。18頭が第1コーナーに向かいます。シンゲンペラーはこの辺り、そしてそのうちにヤスティンミロのエコロバルツが並んでいっています。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、16番ダノンデサイル、ルカランフィースト、その後ろでやりましょうか。シリウスコルト、その外にアーバンシック、それからもう1頭18番ウォーターリスト、そしてその後ろからミスター GT、 そのうちサンライズジパング、そして外からはレガレイラ、その後ろサンバシンクライアッテ、12番コスモキランダ、そしてしんがりからビザンチンドリームであります。前でありますが前、順位が入れ替わっておりまして、先頭はサンライズアースであります。
それから離されまして2番名将たまる、そして3番手にアレグロブリランテであります。11番オープロサンゲ、そのうちにヤンタルマンタル。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭サンライザース、もう完全に足が止まった。ダノンデサイロが差を詰めてきた。ムチが飛んだ。横山とアーバンシック、アーバンシックが差を詰めてきた。アーバンシック懸命に追った。外を通ってアーバンシック、エガレイラ懸命に追う。これは激しいレースになりました。1着ダノンデサイロ。16番、2着、9番、3着、6番以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先頭に立つのは何か。サンライズアースが行く構え、そしてその後ろから名将たまる、その外からはアレグロブリランテ、11番オープロサンゲ、外から1頭ヤスティンミロノ。第1コーナーに向かいます。18頭シンゲンテラーが、その後ろエコロバルツ、その外にヤンタルマンタル、その後ろでやりましょうか。4番シリウスコルト、ダノンデサイル、内から1頭レガレイラ。7番ルカランフィースト、その内からは1番サンライズジパング、外を通りまして12番コスモキュランダ、それからもう1頭5番ミスタージーティー、そして外からはウォーターリスト、内を通りまして9番アーバンシック、ビザンチンドリーム。これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭サンライズアース、18頭が第3コーナーに向かいます。これを追って6番アレグロブリランテ、2番名将タバル、下がって3番手、それから13番ヤスティンミラノ、そのうちオープロサンゲ、これが1番人気の14番シンゲンペラーであります。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭行くオレンジの帽子はサンライズアース、懸命に手を動かして坂井とシンゲンペラー、怖い馬が来た。5番ミスター GT だ、名将タバルが2番手、キャンタルマンタルが2番手、粘った粘った、ビザンチンドリーム、ビザンチンドリーム1着、サスキ賞、勝ったのは17番ビザンチンドリームだ。すごい。1着17番、2着、5番、3着、8番以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。15番サンライズアースが行く構え、その後ろでやりましょうか。アレグロブリランテ、名将タバル、その外からはオープロサンゲ、それからもう1頭8番ヤンタルマンタル、内を通ってスルスルとエコロバルツが上がっていきました。シンゲンペラー、そのうちヤスティンミラノ、そしてその後ろからルカランフィースト、それからもう1頭ダノンデサイル、シリウスコルトがそのうちにいます。1番サンライズジパング、外から1頭ウォーターリスト、そしてそのうちにアーバンシック、ミスター GT がその後ろ、その外に10番レガレイラ、それから12番コスモキュランダ。まらけたレース展開です。1番後ろにビザンチンドリーム、流れるようにレースが展開されています。これが先頭サンライズアースであります。第3コーナーに向かいます。18頭、これを追って6番アレグロブリランテであります。オープロサンゲ、内を通りまして名将タバル、その外3番エコロバルツ、そして6番手にヤンタルマンタルであります。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。15番サンライズアースがまだ粘っている。ジャスティンミラノが差を詰めてきた。2番手にジャスティンミラノ、かわすかかわすか、ジャスティンミラノが先頭に立った。レガレイラが2番手、外を通ってレガレイラ、レガレイラ先頭に立った。ジャスティンミラノが2番手、レガレイラ1着、サスキ賞、勝ったのは10番レガレイラだ。いい感じですね。1着、当番、2着、13番、3着、2番以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先頭に立つのは何か。アレグロブリランテがかわしていきました。その外サンライズアース、名将タバル、エコロバルツ、
その外に11番ホープロ三下、その後ろでやりましょうか。ジャントルマンダル、新エンペラー、それからもう一頭13番ジャスティンミラノ、外を通りましてダノンデサイル、それから7番ルカランフィースト、レガレイラが上がってまいりました。シリウスコルトがその後ろ、その外スーッとウォーターリストが上がっていきました。内を通って5番ミスター GT、そしてその後ろからサンライズジパング、外から1頭コスモキランダ、それからアーバンシップ、一番後ろに17番ビザンチンドリームであります。流れるようにレースが進んでおります。サンライズアースがレースを引っ張るようになりました。これを追って2番名称タバル、そして外からはアレグロブリランテ、その後ろ3馬身くらいあってエコロバルツ、そしてその外にフォープロサンゲ、14番シンゲンプラー、オレンジの帽子が馬込みで入れています。そのうちに8番ヤンタルマンタル、さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭行くオレンジの帽子はサンライズアース、ここで先頭に立った名称タバル、怖い馬が来た。10番レガレラだ、コスモキュランダ懸命に追う、外から1頭コスモキュランダ、外をついてコスモキュランダが来ている、ムチが飛んでいる、コスモキュランダ、レガレラ、レガレラが1着、あとは写真です。2着12番3着1番、以上のように確定しました。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら18頭が飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。ヤンパルマンタルが行く構え、内を通ってスルスルと名称タバルが上がっていきました。サンライズアース、外から行こうというところ、そして4番手にアレグロブリランテであります。11番オープロサンゲ、エコロバルツ、その外ヤスティンミラノ、ダノンデサイルが、その後ろ4番シリウスコルトが内々を通っています。その外からは14番シンゲンプラー、それからもう1頭ルカランフィースト、18頭第2コーナー右にカーブを取ります。それから1番サンライズジパング、外を通ってミスター GT、 アーバンシップ、18番ウォーターリスト、そのうちレガレイラ、そしてその後ろからコスモキュランダ、外から1頭17番ビザンチンドリーム。さあ先頭の方はどうなっているか。2馬身くらいの差をつけてサンライズアースが先頭です。これを追って6番アレグロブリランテであります。それからフォープロサンゲ、そして内からは2番名称タバル、8番ヤンタルマンタル、下がって5番手。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。このまま粘れるか。サンライズアース、中山は最後に坂がある、抜けた抜けた。8番ジャンタルマンタル、ジャスティンミラノが差を詰めてきた。外からジャスティンミラノ、このまま粘れるか。ジャンタルマンタル、レガレイラ懸命に追う、頑張る頑張る。川田とジャンタルマンタル、外ジャスティンミラノが来ている。ジャンタルマンタルかジャスティンミラノか、さあこの一着は際どいぞ。8番、2着、13番、3着、当番、以上のように確定しました。